I don't want you to have it. も踏まえてちょっと行ってみたいと思います。あ、やまびこ、あ、これが10番ですね。あ、違いますよ。あ、これ違います。ほら、だって、あ、本当だ、10番です。はい、ここでしたね。ここですか。はい、すごい。あ、すごいじゃないですか、やまびこで。美穂さん見てください、デイジちゃん、デイジちゃん、ほら、デイジちゃん。見てた。わーい、MBC ですね。はい。それが何の頭文字なんですか。やまびこだ。すごいですね。はい、なんかちょっともしかしたら YMBC な人なのかもしれないですよ。そうですね。じゃあ、うん、初の。はい。初っていうかって感じですけど、これ見てください。多分ヒノキですよ。あ、そうですね。この感じ私わかります。足が柔らかいですね。すごい、ヒノキ。じゃあこっからこう。なんかおしゃれすぎません？こっから交渉してもらってきていいですか？すいませんけど、いいですか？はい。え、なんて言えばいいんだろう。デイジー、デイジーです。はい。歌を歌ってます。はい、YouTube で放送、はい、撮影させてもらってもいいですか。あの、お邪魔しないようにしますんでっていう感じですか。じゃあ行ってらっしゃい。待ってます。ドキドキして待ってます。山を見てちょっと気持ちを落ち着かせて。ちょっともうちょっと遠くからどんな人がいるか見たい。見えない。どうでした？大きいです。あ、すごいじゃないですか。すごい嬉しいです、はい、よかったです。はい、じゃあ入っていいんですか。はい、じゃあすいません、お邪魔します。すごいですね。あ、すいません、こんにちは。すいません、取材ありがとうございます。嬉しいです。あの、喫茶店に、まあ、そのカフェに巡って、そのなんかあの自分でアポなしで行くので自分で交渉するのがすごく緊張したんです。緊張しましたよね。緊張したんですけど、すごい笑顔で迎えてくださったので、ありがとうございます。のマスターが初めてですもんね、成功したの。そうです ね。あの、前はその定休日のところとかも、うん、定休日じゃないのに休みになってたりとか、うん、初めて行ったところはそうですよね。全部なんかダメだったりして、交渉しに行って違うところのお店自体に交渉したことはなんかあるんですけど、カフェは全滅だったんで、休みばっかりだったんです。あ、電気じゃなかったら、うん、あ、そうなんですか。あ、そうなんですね。あ、じゃあ明日からとかはもしかしたら閉まってたそうですね。激しい雨が降ったら、閉まってきますね。あ、そうなんですね。よかったですね。今日運命ですね。よかったですね。おしゃれな YMBC で。そう、あの、YMBC って、山彦 YMCC。 ああ、笑っていただけてよかったです。なんかあの、私あのコーヒーがすごく好きなんですけど、そうですか。当店のコーヒーは豆をいっぱいとここに食べて、ハンドドリップで、ハンドドリップで、ハンドドリップで、ハンドドリップって何でしたっけ。あ、こうして、あ、そんな時間、機械、普通機械で、はいはい、ってるじゃない、はいはい、ちゃんとあのミルで回して、あ、アイスは水出しだった。あ、水出しだ。あ、いい感じ出てますね。どそのホットとその水出しとどっちの方がおすすめなんですか。ホットの方が美味しいです。あ、ホットの方が美味しい。でも、ね、水出しがこんだけでしたので。あ、どうしましょう。じゃあホットと水出しを頼めば両方楽しめるってことですか。
そうですね。そういう方法でもいいですね。そうですね。そうですね。ちなみにそれがこの山彦コーヒーですか。あ、山彦コーヒーです。はい。あの、じゃあアイスね。アイスで。で、ホットも山彦コーヒーで。で、それともなんか違う種類のおすすめがあって、そっちを頼んだ方がいいよみたいなありますか。あ、これ食べたい。これが美味しいです。これ美味しいです。あ、もう人気です。これ人気。あ、デジタル暑いんで今日は、ね、かき氷とアイスコーヒーとかが。そうです、ね、確かに。あ、じゃあそうします。じゃあ汗かいてる。じゃあこれとアイスコーヒーをお願いします。はいはい、山奥にひっそり潜むおしゃれな江原陶芸館ガーリー喫茶山彦。陶芸館ということもあり、店内には数多くの陶芸が展示。そして最大の特徴は、ハッサの滝から降りてくる時に見えるお店の外観。なんと、メガネをかけた可愛らしいお顔になっているのです。喉が渇いていると思ったので、デイジーちゃんがアイスコーヒーを飲ませてあげましたよ。どうですか？うん、飲めない。ドアが届かないよ。ちゃんと飲ませて。という、以上、現場からでした。オーナーが30代で若いので、はい、あ、そうなんですね。やっぱりその若い感覚。うん、なんかだって外から見てすごいおしゃれだな、どうしようかなと思って、うん、入って門前払いになったらどうしようと思って、うん、座りますか。そうですね、はい、じゃあできるまで、はいはい、マスターお願いします。お願いします。あ、これ売り物ですよ、はい、ギャラリーになってるみたいですよ。すごいですね、はい。ああ、すごいですね。ああ、おしゃれだし、触っちゃいけない。買うんだったら大丈夫ですか。ね、じゃあ、もう小学生しか持ってない。あ、これはダメって書いてますよ。ノットフォーセール。ねえ、いろいろあるんですね。なんか陶器とか、はい、そういうの、あれですか。どうしますか。この端とこの真ん中を埋めるように置いてる。これ埋めるタイプだなと思いました。ここはもう埋めてんじゃないですか。これで。ちょっとおデートです。おデート。あ、おデートいいですね。撮ってもいいか、交渉して。もうここ10年くらい2人でもさっちの。いいですね。ちなみに。これビデオ今撮ってて撮ってもいいですか。撮らない方がいい。OK です。あ、いい、あ、素敵素敵です。そのネアンダー方と、ネアンダー方と撮ったねー。10年くらいたら12とかって言うんですけど、誰でも遊びだけ、遊んだりこっち行ったりスポーツやったり。いいですね。滝はもう見られたんですか。今行ってきた。あ、どうでした。綺麗でした。お、前何年くらい前から滝見たの、ちょっと来なかったんですけど、うん、はい、ありがとうございます。久しぶりだからと思って。はいはい、来ましたね。はい、暑いんでね、ちょっと、はい、あ、すごいですよ、 YMBC って書いてありますよ、もう、はい、本当だ。やっぱりあれですね、こうあの滝にこう歩きながら行けるようにこういうあれなんでしょうね。そういうことなんですね、うん、これはちょっと先に食べた方がいいですね。そうですね。じゃあ山彦さんの、はいはい、初です、食レポお願いします。どうです、匂いは。シロップの匂いです。
ただきます。どうぞ。いちごジャム、いちごジャムですね。これはジャムがたっぷりかかってて、そのかき氷、はいはいはい、かき氷にジャムがかかってる感じ、美味しい。よかったじゃないですか。いちごのかき氷食べたかったのでちょうどよかったです。今日暑いですからね、ちょうどよかったですね。あの軽くてすごい食べやすい気がする、うん、ね、マスターがこれおすすめって言ってましたからね。みんなラブラブです。ラブラブ、ラブラブです。綺麗。アイス食べないんですか？暑いのに食べないんですか？甘いのが好きじゃない。あ、そうなんですか。ラブラブでいいですね。ですね。素敵ですよね。癒されます、そういう風景、風景が。そして。お、おすすめの水出し。私はアイスコーヒー大好きなんで、ちょっと楽しみです。もういちごの口になっちゃいましたけど、はい、いちごの口で大丈夫ですか？いちごの口なんでちょっとあんまり、はい、待ってください、はい、ヒノキみたいです。それもしかしてここが檜原村だからですか？いやもうね、あれですね、はい、私もあらゆるコーヒーを飲んできましたけど、はい、今回の楽しみって私コーヒーが飲めることなんですけど、カフェって、はいはい、あ、飲めば飲むほど味が深みを増します。なんか最初、はいはい、あ、アイスコーヒーだなって思ったんです。ずっとアイスコーヒーですよ。そしたらだんだんコーヒーになってきました。コーヒーになってきた、はい、そして最後は、はい、この山小屋の匂いが、あ、匂いじゃない、山小屋みたいな味になって、この YMBC さんの味だなって思いました、はい、この味っていうのが例え方がちょっと分かんないですけど、今はもう本当ライトです。もうすごくもう柔らかくて、はい、あの 今もう何の味もしません。それじゃ水じゃないですか。水出したんで。何の味もしないとやばいじゃないですか。違う、こうなんかこう宇宙儀式系お刺し。すいません、お隣お邪魔します。高田さんみたいな、お魚屋さん、お魚さんみたいです。お魚屋さんみたいですか、やっぱり。かわいいね。かわいいって言ってくれる。嬉しい。お魚屋さんに見えるんですって。これとかもそういったのかな。ちょっとやってみてください、お魚屋さん。わかった。さかなクンってことじゃないですか。ギョギョギョっていう、山の魚屋さんちょっと魚売りみたいな真似してみてください、お父さんに向かって、はい、味のたたき、どうだい、とっさわの滝の魚屋さんなんていうの、とっさわの滝の魚屋さんってどうですか、今日は。じゃあ、とっさわの滝の魚屋さんってことにします。今日はそういう風にします。ありがとうございます、いいテーマを。え、おいくつなんですか？え、おいくつなんですか？正直な82。すごい。あのね、年、はい、を取ったら覚えないこと。
あ覚えたくも知らない忘れ、はい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 ホッサンの滝ぐらいじゃダメだよあじゃあ連れてっていただけるしいや面白いですねあのねこれからね駅まで行くね、はい、バス停まで、はい、ほんとね4つか5つぐらい行くと、はい、国際松釣り場があるんで釣り場があるんですね、はいはいはい、釣りしなさい釣りしたことないんですよやってみたい面白いですよ あれ釣りしたかなきゃダメだよ釣りしなきゃダメって釣りしなきゃダメだやっぱ釣りじゃないですか釣りじゃないですかやっぱ、はい、今日は今日はね、はい、やっぱりねこういうカメラにやったから、はい思い出のね、あそうですね写真を撮らなきゃやっぱね、思い出を収めないとね最高だから釣り好きなんですね、だからさっきからさっきまっすりば、まっすりばまっすりばあそこ行かなきゃダメだよもう今日はこんな勧められたんだから全然行かなきゃいけないです、はい、じゃあこの後ちょっと釣り行ってきます、はい、この後釣り行ってきます、ねはい、滝見て釣り行ってきます、はい、あなんか YMはい、の方はいい人ですかね。ですね。すごいあの、はい、かき氷も美味しかったですし、うん、暑いかったんですごい癒されました。はい、あすごいですよ、はい。このまま落ちたら発作の滝になっちゃいますね。はい。自分が発作の滝になっちゃいますね。はい、そうですね。自分が発作の滝になるってどういうことですか。滝になるってことですよ。滝になるってことですか。ああ、滝に打たれるんですか今日。いや、滝に打たれるレイジーちゃんはそういう素質はないです。ああ、ないですね。釣りはなんか行ってみたいですね。ですね。はい。釣りの許可も取ってもらわないといけないですね。許可取り大変です、ね。はい。緊張しました初めてのマスターは。もうモニョモニョしちゃいました。けどね優しかったですね。はい。最初。ポカンとされましたポカンとされました、まあ、デイジーちゃんですからねそりゃそうなっちゃいますよ、はい、デイジーちゃんちなみにこれはあの発作の滝に向かってるんでしょうかわかんないですえわかんないですかわかんないですよだって、はい、そういう、はい、もんでしょそうですねまあなかったら下ればいいだけですもんねはいでもちょっともうなかったで、はい、なかったらなかったでってなんすかでもなんか滝の音が遠くなりませんでした遠くなってますよね、はい、滝の音、はい、間違ってんじゃないですかあれじゃあ何しに行ってんすか郵便局行くしかないじゃないですか本当に森の郵便局ですよすごいですねはいこの森工房森のささやきって書いてますあ、でも郵便館あ、ダメです、入れないあ、本当だなんか教えてくださいはいなんですかそれその当てはまるスポットですよ、これあ、確かにね、ピタッとはまりますね当てスポットじゃないですかそうですねピタッとスポットですね、はい、きっとここみんな行くんですよあ、ここね、はい、ここ覚えてってみんな覚えておいてもらいましょう、はい、なんか水の音が聞こえてきましたね見てくださいなんすか、はい、座るとこだちょっと待ってここ座るスポット、はい、大丈夫ですか座ってないしちょっとハードルが高かったです高かったですね、はいなんか水の音を…あ、聞こえてきましたはい落ちないようにしてくださいよはいそこ、手すりないんでねあれ、ドクダミですかねえどうですかあれ、違いますかねなんか、ところどころ白いですよ、はい、見てください本当だ、白いですねあなんか癒されますねはいこういうの、森林浴って言うんじゃないですか森林浴はい森林浴です
なんかここパワースポットらしいですよ。じゃあ。はい。そうですよ。はい。怖いですか？怖い。全部逆？はい、全部逆ですね。はい。はい。M まで大丈夫。B。はい。C。ああ、いいですね。はい、山彦。ちょっとああ、すごい、すごいですね。ね、すごい。あ、なんかビデオじゃ伝わらない。伝わらないですかこれじゃ。もっとなんかリアルですよね。そうですね。まあ今カメラ。リアルでガチやばいから。ちょっとなんですか今のは。リガーさんです。リガーさんの真似。下手くそですね。シュウスケプチ。あ、本当だ。シュウスケって誰ですかね。え、シュウスケっていうとこってことですか。はい。いや、どうしたんですか急に。でも、はい、おじさんじゃないんです。オッケー。あー、綺麗ですね。綺麗。わー、すごい綺麗。あー、これカメラ越しだと全然違うな。なんかあんま綺麗じゃ。そうですね。これ生で見るのとカメラだとやっぱ伝わんねえな。そうですね。全然違いますよ。こんな綺麗なんですけどね。なんかカメラだとなんか、はい、なんかよどんでる。よどんではないですよ。よどんではないですけど、まあちょっと魅力は伝わりづらいかもしれないですね。道が補正されたみたいな。本当ですね。チップのなんか質が変わりましたね。うん、硬いです。あ、なんかあるのかな。はい。硬い、こっちの方が。はい。なんかあるんだ。なんかあるんだ。ルイジちゃん、分かったぞ。さすが。なんかあるんだ。テンション高いっすね。今日もテンション高いっすね。